演武開演。どうも、本日はこちら爆風ミントキャンディーというものを舐めてみたいと思います。ミント、チョコミントはよくたまに食べたりするんですけど、ミント直接って結構珍しい気もしますね。どんなキャンディーなのかな。リベロさんというメーカーさんがすごく珍しいですが、見た目は真っ白ですね。ミントって真っ白なのかな。どっちかというと青のイメージが強いんですが、舐めてみたいと思います。そこまで言うほどのミントかな。さすがにこんな風に鼻の中に入れたりはしませんが、なんかこうミントの刺激が大変強いって書いてあるんですけど、舐めてみた感じ、そこまで強いかなっていうような気もします。むしろチョコミント商品の以前食べたファミリーマートのシュークリームやケーキの方がもっとガッとミントがするような感じでしたね。噛んだらすぐとくるのかなと思うんだけど、そうでもないですし、そこまで強烈というわけではないような気がします。その分ミントが苦手な方にも少し食べやすいとは思いますので、朝さっぱり気分を変えたい人にはぜひおすすめしたい一品ですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。